皆さんはじめまして世界日こと南雄貴と申します、えー、この動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございます、えー、私はですねこちらの世界一面白くてにお借りになる経済講座という本を出版させていただきました、えー、現在大ヒット中でございますのでぜひ興味のある方は手に取ってみてください今日はこの本の中身の一部をお話しさせていただこうと思っていますというわけでえっ、ー、と今回は 投資に役立つインプット方法をお話しさせていいただこうと思います私が実際10年以上もです、ね、株や経済や投資や税金やいろんなことを調べ尽くしているんですけれども日々実際どんなインプットをしているのか皆さんも真似,真似できるような方法を今日はお伝えさせていただければと思います。 まずは自己紹介からなんですけども私はあの世界最速で日経新聞を解説する男という名前で各 SNS を発信していますインスタグラム、ツイッター、YouTube、ノートなどを発信しておりますインスタグラムはフォロワー2万5千人います世界最速は何かというと午前2時に日経新聞の朝刊が電子版で出ますのでその長官を午前2時に毎日欠かさず読み続けているということをしていますまあ簡単に言うと経済投資オタクでございます というわけで活動のモチベーションとしては私自身がいろんな損をしたり騙されたりっていうことがあったので皆様には同じような損をし,たしてほしくないなと思って正しいお金と投資の知識を持ってもらいたいなと思って日々活動をしています突然ですが皆様にですね、質問がございますどんな質問かというと私は日々日経新聞を読んでいるんですけれども日経新聞と聞いてどんなイメージを持ちますかじゃあ質問ですはい 確かにどんなイメージを持ちますか読まなきゃいけないなと思いつつちょっと難しそうなので読めてない確かにそんな方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか実際私もですね、例えば中高とかいろんな教材が届くものもやってみたんですけれどもそれがたまってしまって続かなかったりとかもあったんですねなんでまあ本とか雑誌新聞教材とかがたまってしまって続かないよっていう人もいると思いますそんな人に対してどうやったら楽しくコツコツと日々 インプットが続けられるかというところをお話しさせていただきますというわけで今日のテーマは、えー、投資に役立つインプット法というところで、えー、三本柱でお届けさせていただきますまずは1本目のお話ですそもそもなぜ日経新聞を読むのでしょうかというわけでこの私の本ですね本書では、えー、情報弱者から脱出して、えー、世界一安全確実にお金持ちになる方法をお話しさせていただいております 実際私自身がとても情報弱者だったので、私がどうやって克服をしたのかということを書かせていただいております。私は貧乏でございました。えー、学生時代小中高とですね、えー、コンビニの買い食いもためらってしまうようなぐらい、えー、お金がない生活を日々暮らしていて、この生活からどうやったら 逃れられらるんだろううなということいいこを日々考えていました実際新入社員の時もですね私22歳からかなり有名な大企業に入ったんですけれども日々すごく社畜な生活をしておりましてすごく業務が忙しい日生活をしていましたさらには毎月お金がない生活をしていまして25日の給料日を待って毎月毎月給料日の直前にはもうお金を使い果たしてしまって銀行口座がすっからかになってしまうということがあったんですね。なんで この毎日お金がない状態をどうやったら脱出できるかなと思っている中でも例えばいらない生命保険を契約してしまったりですとかダメな不動産を契約してしまいそうになったりですとかいうふうにお貧乏だっっっったたたのにさららお金を奪われててししままううよなななここことととが起こったんんでですねなのでこんな状況かいいず思実際日々の労働でも深夜残業をずっと続けていましてどうやったらこの残業が続くこの社畜生活から抜け出せるかなっていうふうにことを考えていました。 で実際冷静になって自分のことを考えてみたときに、まあ、給料というものにですねまるで首輪をつけられて買われているような感覚を覚えてしまいましてじゃあこの給料以上に自分がお金を投資で稼げばそしたら会社,会社を辞められるんじゃんというふうに思いましたでお金を増やしたいと思っている中でまず真っ先に思いついたのが投資でございましてじゃあ株投資で自分がお金を増やしてで株投資で、えー、と自分の給料以上の利益を出せばいいんだというふうに思ったのでそうかじゃあまず 株といえば日経新聞を読もうと名前に経済ってついてるしというふうに思って、えー、日経新聞を手ること手に取ることを決めましたそして日経新聞を読む習慣がついたことによってもと、えー、はまあ、えー、飲み会や、えー、いらない生命保険やなどにこうお金を払ってしまっていた自分が劇的に変わりましてまあ投資経済お金税金などの知識がつきましたなのでその そういう正しい知識が身についた日経新聞をぜひ皆さんにも読んでほしいなと思って日々活動をしています日経新聞の特徴をお伝えします日経新聞は紙と電子版があります紙の特徴と電子版の特徴はそれぞれ違います紙の特徴は面積ですね開いてパッと見たときにこの面積の大きさによって重要度がわかるというふうになっていますなので重要な話ほど面積が大きくて まずは時間がない人は大きな面積のものだけ優先して読めばいいというふうになっています次に電子版に関して言うと電子版は電子であるがゆえに世界最速で午前2時に出ます午前2時に出るので私はその午前2時に出た朝刊を毎日見ていますしいいところは保存ができること単語の登録ができるところ検索ができるところでございますこのメリットの使い方はぜひ本書に書いてありますので本を読んでいただけたら嬉しいです 日経新聞をを読むコツ6000伝えていいこうと思います、えー、ポイイントト1記事タイトルだけで OK、えー、新聞ってこう全部読もうとすると体力儀れを起こして、えー、最後まで読めないってことが起こってしまうんですね。なので読むのはまずタイトルだけでいいと。でさらにはタイトルに付随するリード文と言われているところリード文だけでいいと。 というふうふに心のハードルを下げていただいてまずは読むというよりもタイトルとリード文を見るという感覚で全体を,読全体を見ていただけると嬉しいです。なので全部を読もうとせずにまずはバッと見て把握することをしてみてください。2点目、えー、継続のコツは捨てることでございます。えー、捨てること、えー、皆さんもぜひあの教材や雑誌や新聞などたまってしまって嫌になってしまったことって結構ありますよね。なので、えー、と大事なことは、えー、前日のものはもう捨てると。 思い切って捨てることによって今日届いたものだけに集中するということをしてください。そうすれば、えー、昨日読めなかったどうしようって言って2日分3日分というふうにこう溜まっていくんではなくて今日のフレッシュなものだけを読むというふうにしてみてください。三点目、えー、電車の中のですね新聞を読むマルフンルールというところで例えば私はえっ、ー、と家がまあ品川高輪ゲートウェイにいてでそこから山線乗って恵比寿の えとジムに行ったりするんですけど、えー、大体15分ぐらいなんですね、電車でいうとその15分間の間は絶対に日経新聞だけを開くと逆にスマートフォンは絶対触らないというふうな自分のルールを決めてこの電車の中の、えー、この時間だけは日経新聞を触るというふうに決めて皆さんも、えー、通勤通学などで日経新聞を触る習慣をつけてみてください。えー、4点目 身近なニュースから広げるということで皆さんまずは皆さんの生活にに関係することだだけに絞ってみてみください例えばメーカーの勤務の方は例えば半導体に絞ってみるですとか、まあ、広告代理店でいうと、えー、自分担当しているジャンルが車だったら車だけ読んでみるとかいうふうに自分に関係することだけをまずは、えー、手をつけてみてください。その自分に関係することだけを きっかけにしてそこからどんどん広げていくというふうにしてください自分に関係があることだと読むモチベーションが続くと思います逆にそれ以外は最初は一切読まないというふうに切り捨ててもらっても大丈夫ですさらには、えー、その自分に関係する企業を見たときに、えー、おすすめのアプリがございますおすすめのアプリはトレーダービーという名前で架空の1000万円を、えー、実際の株価で運用できるものがトレーダービーというサービスでございますのでそのスマートフォンのアプリを ぜひやってみててみくださいす無料です皆様、気になった企業があったら、まずはトレーダービーで、架空の1000万円で株を買ってみてください。その動きが上がった、下がったというのを追うことができます。なので、こちらのトレーダービーというものを、えー、スマホ、アプリをぜひ使ってみてください。えー、5点目、五点目は、映像で理解をすることです。えー、皆様、えー、例えば、社会の授業で、えー、教科書を読んでいて、文字ばっかりで、ちょっと理解しにくいなと思ったことはありませんでしょうか、えー その文字ばっかりの教科書を補足してくれるのが資料集ですよね資料集で絵的にこう理解できることによってこの歴史,歴史の授業というのが理解が深まりますで、このテレビ東京がやっているテレ東ビズというスマートフォンアプリはその日起こったニュースを映像として理解させてくれます WBS という日本で一番わかりやすいテレビ番組があるんですけどその番組が46分間の 番組となってそれを2倍速で見ることができますので毎日たった23分間でその日一日の経済ニュースをぎゅっと凝縮してインプットすることができるという意味で言うとこのテレ東ビズというのはすごくおすすめですたった月550円ですのでぜひ皆さん登録して毎日 WBS でインプットをしてみてください 6点目最後ですね6点目は友達に毎日読むといいう宣言をしてみてみくださいそして日経新聞で何か自分が印象に残った記事が1つあればその1つをぜひ Twitter でも Instagram でもいいので投稿してみてくださいそうすることによって何か1つ絶対投稿するんだっていうふうなモチベーションがあればインプットするような継続するコツになりますのでぜひ友達に宣言をして何か自分が興味を持ったものを1記事だけでもいいから投稿してみるという習慣をつけてみてください というわけで,次 3, 点目です、ね、3点目はじゃあその日経新聞を読んだ先にどんなメリットがあるのかといいう話をさせていただきます。私自身、すごく大きなメリットを感じまして例えば、自分自身がです、ね、お店を経営している中でいろんな業界の方とお会いするんですね。で例えば IT だったり、まあ、金融、不動産、メーカーとか車とかゲームとかいろんな業界の方々だったとこうお話しすることもあるんですけどその方々とお話しするときに必ず話が合うんですねその時にまた,また会いたいと。 応援したいいとと思っててもらえるるようなことにつながるので私はすごくメリットを感じていますそのほかにもたくさんメリットがあるんですけれどもここで話すとちょっと長くなってしまうのでそのほかのメリットは是非こちらの本に集約させていただきましたのでこの本を読んでいただけたら嬉しいです。というわけで詳しくは私の著者の「世界一面白くてお金になる経済講座」をご覧いただけたら幸いです。 えー、私自身もですね YouTube やっていますので「えー、世界日お金の道場」という名前でやっていますのでもし興味がある方はぜひご覧いただけたら嬉しいですというわけで、えー、今回は投資に役立つインプット法をお話しさせていただきました、えー、この動画がためになったと思った方はぜひチャンネル登録といいねを押して応援をしていただけると嬉しいです以上世界日こと南祐希でございました最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、こんにちは、えー、私は「 世界日という名前で活動しています南由紀と申しますこの動画を再生していただきまして本当にありがとうございます私はこちらの世界一面白くておかげになる経済講座という本を出させていただいておりますおかげさまで今大ヒット中でございますのでぜひ手に取っていただけたら嬉しいです今日はこの本の中の一部をお話しさせていただこうと思っています今日のテーマは失敗しない投資法大尊から学んだコツをお話しさせていただこうと思っています 私はです、ね、実は株投資をもう10年以上やっておりましてその10年の中であらゆる失敗をしてきましたたくさん大損の経験もしましたなのでそうやって、えー、とたくさん損と失敗を繰り返した私が何を学んだのかじゃあそれを損と失敗をしないためにどうしたらいいのかというのを是非皆さんにお伝えさせていただこうと思って今日この動画を撮らせていただいております。 でまずは自己紹介からさせてください私は、えー、世界最速で日経新聞を解説する男という名前で日々 SNS で活動をしていますインスタグラム、ツイッター、YouTube、ノートなどで発信をしています何が世界最速かというと午前2時に日経新聞の朝刊が電子版ンで出るのでそのそれを世界最速で読んでその各記事を解説をインスタグラム、ツイッターなどに載せているという活動をしていますフォロワーはインスタグラム2 5 0 0人ほどいます まあ今このね偉そうにこう投資お金のことを語っていますけれども実際自分自身がずっと情報弱者でございましてえずっとお金がない生活をしていましたその中私は日経新聞を読む習慣によって投資お金税金政治などの知識を身につけることができましたというわけでえ私はいっぱいいっぱいいっぱいその過程で失敗をしてきたんですけどその失敗を皆さんに繰り返してほしくないと思って正し,正しいお金の知識というものを発信していますでは早速ですがえ質問でございますじゃんお金持ちに なりたいですかどうですかなりたい <laughs> ありがとうございます <laughs> どうですかなりたいですあありがとうございますちなみに私もお金持ちになりたいですお金持ちになりたいというのは誰しもが思うことだと思いますしかしながら実は正しい知識がないとカモ、えー、がネギを背負ってき,てきた感じでカモ、えー、鍋にされて食われてしまいますそれが、えー、投資とお金の世界でございますなので、えー、正しい知識がないとカモ、えー、にされるということを 頭に入れた上でどうやって正しい知識を身につけるかということをぜひ一緒に学んでいきましょうというわけで、えー、今日のテーマ、えー、失敗しない投資法大損から学んだコツを三本柱でお話しさせていただこうと思っていますまず一、えー、本目は、えー、投資をしないリスクをお話しさせてくださいでは皆様に質問です、えー、投資と聞いてどのようなイメージを持ちますでしょうかはい怖いですね確かにどんなイメージを持ちますか 確かに、えー、皆さんも同じように思っているのではないでしょうか私自身もですね、えー、中高大と全く投資経済お金には無縁の生活をしていましたので、えー、全く投資というものは、えー、知識がない状態でございましたし、えー、投資とは、えー、頭のいい人がこうモニターをこう3面ぐらい並べてこうガ,チガチャ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 やるようなイメージがあったんですねでも実際それは間違っていました。実際、えー 私たちのの日々の生活を思いい返してみてみください例えば昨日とか今日とかにどんなことにお金を使ったのかどんなことに時間を使ったのかっていうのを振り返ってみてください。例えば私は今日ここにこの撮影場所に来るまでに電車に乗ってきました、えー、その過程で水を飲みましたその過程でご飯を食べましたじゃあその電車とか水とかご飯とかって何もないところからムクムクとこう湧き上がってきたのかと言われるとそうじゃないですよね。誰かが投資と起業をして で工場を作って人を雇ってということをしたからこそその工場があったから PC ががががででできききたたたりりりりスマートフォンができたりカメラとということがあります実際電車に乗ってるのも誰かかがが投資をしたからそのの電車といいうのが走っていますなので皆さん投資と聞くと怖い難しい損失をと思いがちなんですけど実は24時間365日私たちの身の回りのすべてぐるっと見渡した時に目に入るものすべてが誰かが投資をして誰かが起業したものなんですね。 なのでそうやって投資は怖いものじゃなくて投資とは身の回りの全てなんだというふうに思ってみてくださいというので実は投資とは怖いものではありませんで投資の成功法はすごくシンプルでございまして私は10年間いろんなことを試してきたんですけど結果、えー、何が一番大事かというと応援したい企業を見つけてそして応援したい企業の株をずっと持ち続ける例えば20年以上ですね応援したい企業の株を20年以上持ち続けることこれが一番大事でございます で応援したい企業がどうかを見つけるにはじゃあその企業が行っている事業においてその商品、サービスを使ったユーザーですとか,ですとか、まあ、その商品、サービスを作る上でえで、ー、取引をしている取引先ですとかそ,のそこの会社で働いている社員さんですとかそうやってその会社の事業に関わる人たちみんながどのような気持ちでその事業に携わっているのかというところを見てそれを見た上で応援したいかどうかというのを決めてみてください。 でそうやって世の中をいろんな人を幸せにししてていいるる企業というのはは長期的視点で見ると株価は上昇していきますなぜならお金というものの正体は人の悩みや課題を解決した時にありがとうの気持ちでもらうものなんですね。なのでそうやって社会をいかに課題を解決して幸せにしているかというところがその企業が業績がアップするのか株価がアップするのかというところにかかっています。ではここで投資をしないリスクについてお話しさせてください。 実はおにぎりありますよね。おにぎり今コンビニでおよそ100円で売られていると思います。実はおよそ80年前の1940年頃のおにぎりは0.05円でございました。なので今の物価に直すとおよそまあ1000倍から2000倍ぐらいの物価に今なっているんですね。なので実はえっと80年前に1000円を持っている人がその1000円をそのままタンスに入れておいてしまうと80年経った今は えー、昔々は、えー、その1,000円あればもしかしたら2年分以上の食品だったかもしれませんだけどタンスに入れっぱなしにしておくと、えー、その価値っていうのはじ実質的に1,000円が1,000円のままだとしても物価が上がることによって価値が目減りしてしまってるんですね。 しかし仮に80年前に1,000円あった人が株とか不動産とかに投資をしていればその物価価ののの上上昇とととももに株や不動産の価値も上がるるでで損することはありませんでしたつまり投資,をしないことが投資をするのが怖いというふうに皆さん思ってしまいがちなんですけど実は投資をしないこともリスクなんですよということを理解してみてください。 実際物価というものがこの2022年でもいろいろ上がっていまして例えばマクドナルドのハン,バーガーです、ね、ハンバーガーも例えば20年前はおよそ59円だったものが今130円ほどになっています約2倍ぐらいになっていたりするので実は投資をしないことが物価上昇によって損をしてしまうよということでございます。 でえっと、日本の株は上がらないんじゃないかというふうなイメージを持っている方もいると思いますけれども実は日本だけじゃなくて世界中に目を向けてみてください世界中に目を向けるとアメリカ株の代表する指数の S&P500 という指数があるんですけれども日本株はこの30年間で確かにずっと横ばいですしかしその間日本,日本ではなくてアメリカを代表する指数はおよそ13倍になっておりまして年率に直すと年率8.9%をふくりで続けています。 例えば、えー、とアマゾンという企業があるんですけれども、えー、上場時は2ドルだったものが、えー、現在はおよそ1700倍になっておりましてたった24年間ですねたたった24年間でこれだけ株価が上がったりもしています。なので株式投資というものは20年以上の長期的視点で見てください20年以上持ち続けたいか20年以上応援し続けられるかという視点で株を買ってそして一切売らずに持ち続ける長期投資というのがすごく成功する秘訣だというのを覚えてください。で私はです、ねえーとまあ、今、ね、今今に 今になってこの長期投資というものをずっと進めているんですけれども昔以前は大損をしたことがあります2014年頃だったんですけど投資のです、ね、中国バブルが崩壊しまして自分自身も株で大損をして1か月間で700万円という金額を失ったことがあります。そそっってお金をたたくさん失ったからこそ結局あの欲に こうまみれて売りり買いを繰り返すすと結局往存するんだなということを学んだんだですねなので1回買ったらもう20年間絶対売らないような人生のパートナーとなるような企業を見つけられるかどうかがこの株式投資において一番大事な要素なんだなということを学びましたこの話は詳しくは YouTube で僕のチャンネルにありますので僕のチャンネルで初心者が絶対知っておきたいことというタイトルでいう動画がありますのでぜひ参考までにしてみてくださいというわけで大損から学んだことは2点あります1点目は 株を買ったら気絶ということで1回買ったら20年間は絶対売らないような企業を見つけて投資をしてください2点目は一番効果が出る方法はコツコツと積み立てることですねそれが結局世界で一番強いんだということに気づきましたなんで 日々、えー、余裕資金があったらドカンと買う投資をするのではなくて分割をして小さい額で毎月コツコツ一定額を買い続けることこれをドルコスト平均法と呼ぶんですけどこのちっちゃくコツコツ買い続けることをぜひやってみてほしいなと思って発信をしていますというわけで失敗しない投資法としてご紹介したいのがこのドルコスト平均法でございますこのドルコスト平均法は何かというとじゃあここで、えーとまあ、簡単に言うと長期で20年から30年の間で 毎月決まった額です、ね、を決まった日に買い続ける例えば毎月15日に毎月3万円を必ず買い続けると株価が上がろうが下がろうが一切その上げ下げを無視して機械的に一定金額で一定額をえ一定期間を上げて買い続けるということこれがドルコスト平均法でございましてこれが僕が10年間投資をしている中で感じた一番世界最強の投資法でございます。 いやでも初めて聞いた方はいや本当にそれが世界最強なのかというふうに疑うと思います。キャラクターは3名ございまして、えー、素人君、ドルコスちゃんまとめてくんという3人がいます。この3人が例えば仮に期間が6年間だとして6年間で毎,月毎年年間40万円をだと,だと計算してかける6年間かける40万円ということで240万円を投資する対決をやってみます。 好きなタイミングで売買いしていいというところでじゃあこの3人はどのような行動を取ったのでしょうか、はい、まず欲にまみれた素人君です素人君は全部で240万あるうち初年度に120万円翌年に120万円と最初の1年2年間で全額を使ってしまいますそして全額を使ってうわこのまま上が,上がったぞ自分は投資の天才だやったというふうに思ってこう興奮をしてしまうんですねだけど結局まるまるショックが起きたきにドカンと落ちてしまいますそのまるまるショックが起きたときにもうこれはダメだめだ 全部売ってしまううというふうにその下がっった時に全部売ってしまいまいすそしてその後結局経済が回復してスルスル上がっていったんですけどその頃にまた買い,直倒しても買,い買い直してももう遅いということで結局素人君はマイナス136万円という結果になってしまいました素人君がなぜ大損したかというと結局高い時に買って安い時に売るというこれ逆ですね真逆ですね真逆のことをしてしまっているから大損をしています。 次に、えー、とまとめてくん、ま、は初年度に250万円を全額買ってそのまま6年間ずっと放置したという投資法をしてみましたその結果どうなったかというと、えー、結局買って持ち続けるのは強いです結果、えー、彼はプラス72万円という成果になりましたなんですけれども結局買って持ち続けることって皆さんまずそもそも頭金がないとか最初にドカッと投資をするお金がないということがあると思いますので再現性が低かったりするんですね なので、えー、とこれは強いんですけどなななななかなかかできいいいいんじゃないかなとううふうに思っています最後に、えー、3人目ドルコスチャンの場合ですねドルコスチャンは、えー、毎年40万円を6年間分割して買い続けることにしましたでその結果ドルコスチャンは、えー、上がっても買うし下がっても買う機械的に買うということを毎年毎年した結果最終的にはプラス138万円の結果に,に,になることができましたというわけでこれは下がった時っていうのは実は買い時なんですけれども普通の素人 の方々は高いいいい時時にに買って安い時に売るととうことをしちゃいがちですなんですけどドルコスト平均法であれば高い時も買うし下がった時も買うというとこでまるまのショックが起きたらお得に買えるので結果長い視点で6年とか長い視点で見るとこの方法が一番成果が出ることになります。というわけで最終的にはドルコスト平均法によってドルコストが一番利益を出したということになります。 最後は3点目なんですけれども現在ですね、えー、といろんなテレビで皆さん円安ととかかインフレとかを聞いたこの円安とインフレによって、えー、自分たちの生活がどう変わるのかそれに対してどう対策,対策をすればいいのかということを短くお話しさせていただこうと思います。 円安円高とは円安とは円の価値が下がること一方円高というのは円の価値が上がることです円安と円高で何が起こるかというと外国製品を買うときに私たちの出費の額が変わります簡単に言うと iPhone ですね皆さん iPhone 持,持ってたりするじゃないですか iPhone が1000ドルだとして、えー 1>, 1ドル130円の時の円安時代と1ドル80円の円高時代でなんと13万円と8万円で5万円もの差がついてしまうんですね今は円安です、えー、今日時点でいうと例えば136円1ドル136円ほどの超円安な状況になっているんですけどこれから iPhone がどん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 値上がりしたりとか、えー、皆さんが生活する上で実はいろんな食品ですね例えば小麦粉とか油とか肉とか外国から仕入れているものがいっぱいあるんですその外国から仕入れているものの値段が上がってしまうのが円安です で、つまり日本国内でもこれからインフレが進んでいくんですねインフレが進むということは投資をしないことがリスクだということにつながりますでそもそもこの円安がなぜ起きているかということを簡単に説明するとこれは日本とアメリカの差です簡単に言うと経済力の差ですアメリカは経済が強いなぜならお金を稼ぐ産業がある例えば Google とか Amazon とか アップル、マイクロソフトといったような世界中でお金を稼げるビジネスがあるのがアメリカ国です。一方で日本はまあ車などは強いんですけれども一昔前と比べると若干力が弱くなってしまっているのが日本とことでアメリカは強い、日本は弱いという状況になっているのでアメリカは人気、日本が不人気ということが起きていますのでアメリカドルが強くて日本円が弱いということで円安が進行しているのが現在の起こっていることでございます。この円安に加えてさらには今日本で起きていることは 賃金が上がらないということが起きています主要先進国の中で日本だけがこの4年間でずっと横ばいになっているんですね一方で例えばアメリカとかドイツとかの主要先進国はぐいぐいこのたった4年間でも賃金というのが上がり続けているんですねなんで日本は物価が上がらないインフレに苦しむということでこれはスタグフレーションという名前のものなんですけれどもこれから要は私たち一般人の生活が苦しくなってしまうというのがこれから起きることでございます でこの円安と、えー、インフレが進んでいくと例えば、えー、と日本人が外国に行くのがもう夢のまた夢になってしまったりとか例えばハワイに行くのに100万円以上かかってしまったりとかしますさらには日本人が買い負けると円が弱くて円安なので円の価値が弱いと外国人がすごく強くなるんですねなんでドルが持ってる人たちからすると日本のものが全て安いということで、えー、不動産とか 高級品とかを全て日本人が買えずに外国人が全部買っていくということが起きますのでこれがこれから起きることです。それに対して対策をしていきましょう。どういう対策をすればいいかというと簡単に言うと2個あります。1点目は投資をすることです。これは株式投資だったり投資信託だったり不動産だったりのに投資をしてください。2点目は外貨を稼ぐことです。例えば外国人を相手にしたビジネスを始めてみるとか宿泊、飲食とかコンサルとかガイドとか外国人相手にどうやったら、えー 代価を稼げるのかというわけで実は円安とかインフレっていうのはこれからもどん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 進んでいきますつまり投資をしないことが実は大きなリスクになっています今は過ごししやすいかもしれませんなんですけどこれが10年後とか20年後とかになってくるともうグツグツ煮えきてしまってそのまま茹で殺されてしまうというようなことが起きてしまうので今から行動をしてこの鍋から バッと脱出でききるよううにししていきましょう例えば大学生の皆さんは今元手がないかもしれませんなんですけど月3000円でもいいのでちっちゃく毎月3000円をぜひ投資してみてくださいその3000円を投資したことによって例えば1%上がった1%下がったということがあると思いますじゃあなんで1%上がったんだろうなんで1%下がったんだろうということを気にすると、えー その習慣をつけることによってその10年後20年後30年後に大きな力になったりするので今からちっちゃくてもいいのでドルコスト平均法で3,000円ずつをちっちゃくちっちゃく買うということを今からやってみてください。というわけで、えー、と一番気をつけるべきことは投資をした人と投資をしない人で グインとことをこれ経時の経済格差というんですねでこの上の方に行く人と下の方に行く人の差がこれからもどん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 広がっていってしまうんですよ。なのでこの差が広がらないように皆さんがぜひ行動をしてこのケージの上の方に乗れるようにしていただけたらと思いますのでまずはちっちゃくてもいいので投資をしてみてください。というわけでもっと詳しくはこちらの「世界一面白くてお金になる経済講座」に書かせていただきましたのでぜひこの本を手に取っていただけたら嬉しいです。 私自身も YouTube をやってまして YouTube「世界日お金の道場」という名前でやってますのでもし興味がある方はぜひ見て,て,見ていただけたら嬉しいですというわけで今回は失敗しない投資法大損から学んだコツということをお話しさせていただきましたこの動画がためになったと思った方はぜひチャンネル登録といいねを押して応援をしていただけると嬉しいです以上世界日こと南祐樹でございました最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、こんにちは はじめまして世界一こと南なみと申しますこの動画を再生していただきまして本当にありがとうございます私はですね、こちらの世界一面白くてお金になる経済講座という本を書かせていただいております現在大ヒット中でございますのでぜひお手に取っていただけたら嬉しいです今日はこの本の中の一部のテーマである不動産についてお話しさせていただこうと思いますというわけで今日のテーマのタイトルは不動産投資の極意 正しい借金正しい物件選びということでお話しさせていただこうと思いますまずは簡単に自己紹介をさせてください私はですね、世界最速で日経新聞を解説する男という名前でインスタグラム、YouTube、Twitter、ノートなどで日々発信をしています毎日午前2時に日経新聞の長官が電子版で出るのでその日経新聞を毎日読んでいる活動をしています 私はもともと情報弱者だったんですけれども日経新聞を読む習慣によって経済投資お金税金などの知識がつきましたその過程の中で不動産についても考えるようになりまして税金を考えた結果たくさん納税をしているなら不動産投資で有利になる条件を持っているというところでこの不動産どうやったら成功できるかなというので日々いろんなインプットをしておりましたそれであらゆる不動産会社に問い合わせてその結果まあ 時には騙されそうにもなったんですけども騙されないために正しい知識をつけてほしいなと皆さんも時には騙されそうになってしまうかもしれないんですけれどもぜひ正しい知識を身につけていい物件を手に入れて不動産投資でぜひ成功してほしいなというふうに思っています。というわけで私と一緒に正しい知識を身につけていきましょう。というわけで今日のお話は3本柱ございますますず1本目はです、ね、不動産が売れています。という話です。 えー、皆さんにまずは質問がございます。じゃん、こちらの写真を見て、えー、どのような印象を持ちますかじゃあ、どのような印象を持ちますか借金1億3000万円というふうに出ていますけれども、やばい、怖そうというんですね。 なんと私でございます <laughs> 私はですね個人も法人もそちらも合わせると全部で借金は1億3000万円ほどあります例えばです、ね、私の親が、えー、借金1億3,000万円ですっていうふうに聞くともうびっくりしたと思うんですねなんですけど借金1億3,000万円というのはむしろいいことなんですよというのを今日はお話しさせていただこうと思っていますさらに質問です、えー、実はこの新型コロナウイルス化になって2020年3月から以降ですね、えー、実は不動産がバカ売れしています なぜでしょうか実はですね新型コロナウイルスによって、まあ、オフィス需要は若干減ったんですね。なのでオフィス需要は減ったんですけど、えー、憧れのモテリッチに住みたいという人間の根本的な欲の部分ですねこれは一切変わることがなかったのでむしろ人がが住むむ不動産は新型コロナウイルス前とと比べると今の方がむしろ売れています実際日経新聞の記事でもこちらのように首都圏ですね例えば東京の都心部とか横浜の都心部とか。 ににおいいいてマンンション販売ががプラスス前年比でで67%に増えたというのがニュースでございます実際これは2020年もですしさらに加速して2021年2022年もどん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 不動産というのは売れ続けているというのが現状なんですね。なぜかというと日本って実は会社員の方が多いじゃないですか。 でその会社員の方々が在宅勤務だったりとか飲み会の自粛だったりというので時間ができたんでですねその時間ができたことによってあ将来のことをちゃんと考えなきゃなという,ふうなことで皆さんがあちゃんとたくさん納税しているなら不動産買わなきゃないつか買おうと思ったけどじゃあ今買うかというふうになったのがこの新型コロナウイルスにおいて皆さんが考えるようになったことなんですね。ねなので、えーと 将来に向けて資産形成しなきゃってところで不動産についてすごく興味を持つ人が増えたというのが今日本でで起ここっていることですなんですけれどもこのなんとなくしたなんとなくの将来の不安を持っているとパカッと悪い人に捕まってしまいます。えるよというようなよくこの広告が出てくるんですけど。 そういうううういいとととととこころででパクッと買ってててししまま実際万万円円にられて500万円損すするということが起きてしまうんですねなので正しい知識を持っていないと何百万円も損してしまうということで一緒に正しい知識を身につけていきましょう。ということでこちらの本ではです、ね、正しい借金についての知識と正しい物件選びについての知識を書かせていただいておりますので正しい知識を持ってさえいれば不動産投資というのは最もリスクが小さく成功できる投資でございます。なので詳しくはこちらの本を読んでいただけたら嬉しいです。 その本のの本一部の内容を今日は紹介させててていいただこうとと思っていますす大前提し1点目は「衣食住」という言葉がある通り人はどんな時代だとしても服を着るしご飯を食べるし家に住むんですね。なのでこれは2,000年前もそうですし100年後もそうです衣食住というのは必ず人間は必要としますつまり不動産マンション住っていうところはどんな時代になっても人間が必ず必要とします。 で2点目、えー、正しいローンであればどん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 増やした方が得をします先ほど私は1億3000万円の借金があるというふうに言いましたけれどもこれは実は増えた方が資産的にはいいことなんですね、えー、3点目は、えー、この本でも今回の動画でもなんですけど特定の不動産会社の宣伝は一切しておりませんので、えー、フラットな目でお話しさせていただくので安心して最後まで聞いていただけたら嬉しいですというわけで、えー、と3本柱のうちの2本目ですね、えー、とお金をドブに捨てているという話をしています 実際私自身もです、ね、社会人22歳になってから一人暮らしを始めて毎月10万円ほどの家賃の家に住んでいたんですけれどもその実際不動産を買うまでに5年ぐらいです、ね、私自身家賃を土分に捨てていましたどういうことかということを説明させていただこうと思います例えば賃貸で2人暮らしで同棲をしているとします例えば月15万円の家賃のところに2人暮らしをしている,いると。 1>, その1年間でで180万円ですよねこの180万円で例えば5年間住み続けたとしますなんとその賃貸というのはお金をどぶに捨てているのと同じなんですねもしローンの返済をしていれば実はそれが資産形成にもなっているんですけれども賃貸に住むことによってなんと5年間で900万円も損してていいることになっています私自身も10年間以上株投資などをしているんですけど5年で900万円の利益を出するのは相当大変なことです。 なので逆に言うと正しい知識を持って正しいローンと正しい物件を選びさえしていれば5年間で900万円の利益を出すことができるというのが不動産のいいところでございます4つのポイントがあります1点目比較はただということで例えば物件をインターネット上で見ることでしたりとか不動産会社に問い合わせることっていうのは無料でできるんですねなのでどんどん,どんどん問い合わせをして比較をどんどんしていきましょうというのが一番重要なポイントでございます2点目 負債イコール資産でございますこれはバランスシートの考え方になるんですけども1億円の借金をして1億円分の不動産を手に入れていればそれはつり合っているのでイコールプラス,プラスマイナスゼロになる,なるんですね。 むしろその1億円の借金をどん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 毎月返済していくので35年後に借金がゼロになって資産の不動産が残るということが起きるんですなので正しい知識を持って正しい負債をしていれば実はそれは資産になっているという話ですなので私は最初に1億3000万円の借金があるというふうに言ったんですけど裏を返すと1億3000万円の資産があるということにもなるんですねなので正しい知識を持って正しく物件を選びをしましょう3点目は立地が命でございます 3点目の立地がいいこれは不動産というのは読んで字のごとく不動の資産ですなので、えー、逆に言うと買った瞬間に勝負が決まりまりす立地というのは後からお金では買えません内装とかっていうのは例えば後から100万円200万円かけて内装をいい感じにするっていうのはできるんですねしかしながら立地というものはお金では買えないですなので不動産を買うときには不動の資産なんだから買うときの立地が一番大事なんだということを頭に入れてください4点目 町の再開発は重要でございます例え,ば例えば東京都の山手線エリアで主要の駅というのはほぼ確実に、えっと、再開発の予定がございます。例えば渋谷ですとか新宿ですとか品川駅高輪ゲートウェイ駅田町駅浜松町駅いろんな駅でこれ他にも上げきれないほどいっぱいあるんですけど。 いいろんんんんな駅で駅でで前の開発がどんど,んど,んどん行われていくんですね例えばその駅から徒歩5分のところに物件を買っていれば例えばその駅に JR 東日本が5,000億円の投資をしますその5,000億円の一部を拾えるということになるんですねなのでちゃんとした人気がある駅で、えー、例えば JR 東日本とか森ビルとかが大きなお金をかけて投資をするような立地にお金を投資して不動産を買いましょうというのが 不動産のののの投資の一番の成功の秘訣ですなので都心部で再開発があるところっていうのがかなりキーポイントになっています例えばですね私が1億3000万円というのは高輪ゲートウェイ駅に物件を持っているんですね実際今私がこの服を着ているこのコル高輪ゲートウェイっていうのも自分自身がゲートウェイ高輪ゲートウェイ駅にお店を持っているんですそれを借金をして買ったんですけれどもその高輪ゲートウェイ駅っていうのは実はこれから凄まじい開発がございますその再開発の様子は Google で無料で見ることができます Google の中でも画像を検索をして高輪ゲートウェイ開発というふうに打つと なんと2025年のの様子とというのがダーッと出ていきますでどんな街になるかというと今は何もないですよ今は何もない工事中なんですけど2025年にはこんな感じになるんですね。で私はこのとんでもない開発のところから徒歩5分のところに物件を買っているので JR 東日本が5,000億円を使ってくれるとその5,000億円のうちの一部を拾えるということになるんですね。なのでそうやって開発の情報をぜひ調べてみてください。開開発ののの情報いいうのは Google 検索ででで無料で公開されているので だいたい強い駅であればほぼ確実に再開発はあります特に山手線ですね山手線というのは各駅でいろいろありますので気になった方は駅名スペース開発というふうに画像検索をしてみてくださいはい。というわけで三点目は不動産投資の流れですどういうふうに不動産投資をするのかという流れを説明していきますまあこちらもちょっと長いんですけどかなりぎゅっと端折って今回説明していこうと思います えまずは業者選びですねえやっぱり世の中にはいい人ばかりではございませんえ不動産を使ってお金を儲けてやろうというようなあ悪い業者というのがいっぱいいるんですねなので大事なことはその不動産会社そのものをたくさんたくさん比較することです実際自分が住む住宅ローンの話でもそうですしえ自分が住まずに投資用ローンとして人に貸す 物件のこともそうですどちらにおいても必ずその不動産会社の人を比較すること,と,いうことをしてください一人の人に惚れて一人の人だけを信じて突き進んでしまうと全く客観的な意見が得られずこの物件いいですよというふうに掴んでみたら全然よくなかったということが起きるんですねなので一番大事なことはもう買い物の基本ですけど比較をすることですなので物件においては例えば100物件の資料を見ること20物件の提案をもらうこと不動産会社は5社以上と比較することということでとにかく比較をしてくださいそれで比較をして えー、初めてスタートラインに立てますで,で最後はもう自分の感情なんですね、えー、こ,のこの不動産会社と付き合えるかどうかこの不動産が気に入ったかどうかっていう最後は感情の部分ですので最後は比較をして自分の位置で決めるということをしてくださいもしそれでも決められないよっていう人は私が相談に乗るので DM でいただけたら客観的な意見を申し上げますはい まあというわけで要はえ不動産と一言に言ってもいろいろあります例えばアパート専門だったりとかまあ個人でやってますってちっちゃいっちちっゃい企業だったりとかえ大手の不動産会社だったりとかえ中古専門でやってるところとかいろんな会社が無像うう無像にあるんですねそのいろんな会社をとにかく比較をいっぱいして最後は自分の意思で決めるということをぜひやってみてください とというこで今までは不動産のいい部分とか明るい部分をお話しさせていただいたんですけれどももちろんどんな物事にもリスクというものは存在しますなのでちゃんと気をつけないと損をする確率はありますなのでそのリスクというものを正しくしていきましょうでは資料に関して言うと例えば賃貸で住んでいる人というのは実はそのオーナーさんですねオーナーさんに対して毎月家賃を払ってるんです例えば10万5千円の家賃をオーナーさんに払うとでオーナーさんはその もらったお金のうちの一部の10万円を銀行に返済するっていうことをしてるんですね。で、ここで大事なことは、毎月毎月、えー、オーナーが10万円ずつ返済していくと、まあ言ったらオーナーが10万円ずつ貯金しているみたいな感じになるんですよ。なんで実は賃貸をしている人は賃貸に住んでいる家賃はドブに捨ててるんですけど、実は知らない誰かの資産形成を代わりにしてあげているっていうのがこの不動産の仕組みなんですね。 賃貸に住んでる人は誰か知らない人の資産ケースをしちゃってるんだというふうに覚,覚えてくださいだったら自分が家賃を払う側じゃなくて家賃をもらう側になりませんかという話でございますでこの話の中で、まあ、こ,のこの図だけ見ると良さそうに見えるじゃないですかでも唯一にして最大のリスクが実はあるんですねそのリスクは何かというとじゃん、えー、空室リスクでございます 毎月毎月10万円のローン返済をしなくてはいけないにもかかわらず空室になってしまって本来見込んでいた10万5 0円の家賃が入ってこなくなった時これが大きなリスクなんですね。なんですけれども一番大事なことは空室リスクなんですけれども実際皆さんも賃貸の家に住んだことありますでしょうか実際賃貸に住むと1ヶ月前の退去予告ってありますよね。あれはなぜかというと1ヶ月間ど家賃とか次の住居者を探す猶予があるということなんです。 なんでその一ヶ月間あればすぐに埋まるような人気の立地かどうかというのがすごく大事ですなので、えー、実際ですね私の友人の二十六歳の男子がいるんですけれども港区の一等地に投資用物件を持っていて退去予告をしたんですけれどもなんと募集をしてからたった三日で埋まってしまったということがありますなんで一ヶ月間の猶予があっても三日で埋まるということがあったりするんですよその後輩は家賃を例えばもう一万円上げておけばよかったというような後悔をしていたりもするのでそうやってもう 募集をかけてしまえば、すぐ埋まるような人気の高立地の物件を買うようにしてください。そうすれば、空室リスクというのは減らすことができます。逆に言うと、えっ、ー、と、田舎の物件っていうのは、まあ、利回りが良くて良さそうな商品に見えてしまうんですけど。空室リスクというのはすごく。大きいですね。空室リスクがすごく大きいので。私は田舎の物件で投資をするよりも、都心部で駅パワーが強くて。乗降者数も多くてという、いい立地に買うことをお勧めしています。じゃ、このいい立地って何かというと。 どうやって探すんだという話なんですけれども、探し方のお勧めがございます。それはあの東京カレンダーという雑誌ですね。東京カレンダーに載っている表紙の町っていうのは、人が住みたいと思うような憧れだったりモテリッチだったりするんですね。例えば私自身はずっとアザブジュバン住んでたんですけれども、アザブジュバンっていうのはまあ、いわゆる港区のモテリッチの典型ですよね。えっと東京カレンダーの表紙においても。 例えば東京カレンダースペーススペ表紙とすするとアザブジーの物件が出てきたりもします他にも例えば渋谷とか代官山とか恵比寿とか東京駅とか、えー、いろんな立地が出てきますなのでそうやって人が憧れ住み,人が住みたいと思うような憧れの物件かどうかっていうところを指標として置いてみてください。というわけでもし投資用物件を買うのであれば気をつけたいポイントとしては自分自身が例えば 20, 20代の前半の若手社会人だと,だとしてそこに住みたいかどうかさらには 例えば合コンの自己紹介においてアサブジューバーに住んでますというような風に言ったときにそうやってモテるかどうかっていうのがすごく大事なポイントなんですね。なんで、えー、と要は人から憧れを生むようなモテリッチモテ物件かどうかっていうのを一番気にするっていうのが、えー、不動産投資において成功の秘訣でございます。もっと詳しくは、えー、不動産に関しては説明が長く,長くなってしまうのでこの動画ではぎゅっと端折りましたけれども詳しくはこちらの世界一面白くてお金ある経済講座の不動産のパートをぜひ読んでいただけたら嬉しいです。 私自身も「世界日お金の道場」という名前で YouTube やっていますのでぜひご覧頂けたら嬉しいです今回の動画は不動産投資の極意正しい借金とは正しい物件選びとはということでお話しさせていただきましたこの動画がためになったと思った方はぜひチャンネル登録といいねを押して応援をしていただけると嬉しいです以上「世界日こと南祐希でございました最後までご視聴いただきましてありがとうございましたえ皆さんこんにちは えー、世界日こと南ゆうきと申します、えー、私はです、ね、こちらの本、えー、世界一面白くてお金のある経済講座という本を出させていただいております現在大ヒット中ですのでぜひ手に取っていただけたら嬉しいです、えー、今回はですねこの本の中の一部である企業でどうやって成功するのかお金はどうやって稼ぐのかお金を稼ぐのは実は簡単なんだよという話をさせていただこうと思います まずは簡単な自己紹介なんですけれども、私は世界最速で日経新聞を解説する男という名前で各 SNS、インスタグラム、ツイッター、YouTube、ノートなどで発信をしています。午前2時に日経新聞の長官がスマートフォン上で電子版で見てますので、それを印刷いたなどに解説をするということを日々発信しています。 もともとですね今偉そうにこう経済お金のことを語っているんですけれどももともとは自分自身が情報弱者でございましてその情報弱者だった自分を日経新聞を読む習慣によってお金経済税金投資などの知識が身につきましたそしてお金や税金に関してすごく考えた結果これは起業して稼ぐしかないというふうな結論に至ったんですねなので実は身の回りの経済投資っていうのは行き着く先は 誰かが作った株式を買うのではなくて自分自身が株式を作って会社を作ってしまえばいいんだというふうに思って実際自分は起業しています法人も今自分自身で2つ持っていたりっていうふうな経営者でございましてその経営者としての大切にしていることっていうのをお話しさせていただこうと思います。というわけで起業においててたたたくさんたくささんん失敗もししきましたいろんな失敗もしたんですけどじゃあ失敗せずに最短距離で成功するためにはどうしたらいいかっていうのを今日はお話しさせていただこうと思います。 私が発信したい内容としては、まあ、この本にも書いてあるんですけど実はこれからの時代はサラリーマンよりも企業で稼ぐ方が実はリスクは小さいかもしれません。 とといいうことをさをさせてください私自身ももともとは約6年間ほどです、ね、大きい企業でサラリーマンをやっていましたしかしその6年間の生活の中でこのまま居続けると実は会社員っていうのもかなりリスクがあるんだなというふうに自分自身実感したんですねなので人から雇われて人からのお金で生活することも実は安定に思えるかもしれないんですけど実は安定ではないというふうに感じましたなので自分実は自分で稼ぐことの方がより安定しているというふうに感じたので、えー、企業のことを発信させていただいております というわけで今回のテーマですは、ね、企業の極意お金を稼ぐのが簡単というテーマで柱を三本柱用意させていただきました一本目としては企業って怖いのという話をさせていただきますそれでは早速ですが皆様に質問でございます企業と聞いてどのようなイメージを持ちますかはいどんなイメージも。すごく仕事ができるとなるほどなるほどありがとうございますどんなイメージを持ちますか あそうですよね私自身も例えば大学生の時にも起業というふうに聞いた時にはいや起業は自分には無理でしょうというふうに思っていました最初はそのような、まあ、分からない難しそうというような印象を持ってしまうのは当たり前だと思います私自身もそうでした次の質問に参ります普段何にお金を使っていますかじゃあ質問ですはいはいその通りですねありがとうございます どんんなことととにお金を使ってままますすすかご、はい、あ,ありがとううざいい、えー、皆さんもそうだと思います例えば日々ご飯を食べたりですとか、えー、交通ですね電車に乗ったりとか、えー、例えば PC やスマホを買ったりとか、えー、コスメや服を買ったりとかということがあると思いますなんですけれども、えー、実際その、まあ、コスメや、えー、服やスマホやなどが何もないところから生まれたかというとそうではありませんよねじゃんえっ、ー、と 企業というふうに聞くと怖い難しいと思ってしまうかもしれませんが実は身の回りのすべてがの商品ですね目に見えるものすべてが誰かが起業をしてそして誰かが工場を作って誰かが人を雇ったからこそ自分たちが今スマートフォンを使っていますし自分自身がご飯を食べれたりとか自分自身が電車乗りだったりとか自分が映画を見れたりとかっていうふうになるんですね。なんで 実は起業というのは難しい怖いと思いがちなんですけど社会のすべて身の回りのもの全すべてが誰かが起業したものでございます皆さんが着ている今服とかもですね服も実は誰かが工場を作って誰かが起業をして誰かが工場を作って人を雇ったから今その服を着られているわけでございますじゃここでさらにクイズです起業というのはざっくりと株式会社を作ることなんですけれどもそのじゃ株式会社世界で初めてできた株式会社は何でしょうかヒントはこの地球と船でございますでれれ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 れ この世界初の株式会社、いつ何のために作られたかというと、えー、正解を発表します。正解は、えー、オランダ東インド会社でございます。オランダ東インド会社は、まあ、名前の通りオランダにありました。オランダにある会社が、実は胡椒というものが高値で取引されていたんですね。当時でいうと、胡椒と金の価格、1g の価格が全く同じだと言われていました。なぜかというと、胡椒があることによって、当時は冷蔵庫がなかったので、お肉ですね、お肉を保存するために胡椒が使われたりとか、味付けをするために使われたりとか、さらには、えっ、ー、と、 美容ととかか医療とかにススパイスが使われていたりしたんです、ね、なんでその万能薬として胡椒は重宝されていましたさらには軽いことさらには賞味期限がないことということで持ち運びもしやすいし保存も効くというとことで胡椒というのは当時金と同じぐらいの価格で取引をされていた貴重なものですですけれども今現在の社会では胡椒というのは1瓶で100円ぐらいで買えますよねなので当時金のお金を払わなければ買えなかった胡椒というのが 世界初の株式会社のおかげで世界中にこう胡椒が流通するようになって我々は安,安い値段で香辛料を使うことができています。というわけでなぜ起業した方がいいかということこのこしの例のように誰かが起業して誰かがお金儲けのために行動してくれたことによってみんなが安い価格ででを使えるよようになったんですよむ,しろむしろ誰かが起業しなかったら私たちがお肉を食べるときに胡椒をかけるときによくもしかしたら1かけら1万円とかしてたかもしれません。 そうやって社会に新たな仕組みを作ってくれるので企業というのは実は我々が生きている社会にとってすごく重要なことでございますこの話を解説しているのが経済学者のアダム・スミスでございまして国風論という本の中にございますまあ、要はに自分自身が利己心に基づいて行動したことによってえとまあ自己利益を追求すれば神の見えざる手によってえとまあ社会全体の利益が増えるということで まあ要は自己利益を追求することによって結果的にそれが社会全体の利益につながるんだよということをアダム・スミスは教えてくれています。というわけで、まあ、企業によって、まあ、企業は怖いとか難しいとか思っちゃいがちなんですけど要は企業にによよって社会全体が幸せになるんでですすといいう話でございますで私自身も6年間大企業で勤めていたんですけど。 実はまあサラリーマンということも一見大企業の会社員だったりとか公務員ですとか一見安定しているというふうに思われがちなんですけれども実はサラリーマンとか公務員というのは何も起ここらなないことに対して全財産をかけたギャンブルなんですね例えばまあ新型コロナウイルスの影響によってまあ飲食店とかホテルとかで勤めてる人はその瞬間一気に仕事がなくなったりとかボーナスがゼロになったりとかしたんですね。まあ、この 例で言うとまあ、自分は飲食店と関係ないしとか自分はホテルとは関係ないしって思っちゃいがちなんですけど実は皆さんが勤めている業界にも同じようななんちゃらショックとか何か災害や病気や何かが起こってしまうことは可能性はゼロではないんですねそうやって何も起こらないことにかけているギャンブルなんだというふうに理解した方が良いですなんで実は自分自身の力で稼ぐことができれば例えば オフィスに出勤しなくても誰か上司から仕事をもらわなくても自分で稼ぐことが実は安定して自分で自身で生きていけることにつながると私は思っています。はい、なのでぜひ今会社員やってる人も起業というものをぜひ視野に入れてみてください。はい、ではあの2本柱2本目なんですけどたった4ステップということで起業の手順を説明させていただきます。では1ステップ目 株式会社を作るのに費用はいくらかかるでしょうということでまず1ステップ目は企業をしてください会社を作ってください法人を作る株式会社を作ることにおいてなんとざっくり費用は28万円でいけますで資本金というものがあって資本金は1円からでもできるので資本金を1万円にすると28万円足す1円で会社を作ることができます。 ただし資本金1円にやってしまうと金融機関から融資の時にいろいろ聞かれてめんどくさかったりもするのでおすすめは100万円ぐらいで作るのがおすすめですなので128万円あれば株式会社は作れますこれが1ステップ目2ステップ目です会社を作った後は銀行に行って融資を受けてください融資を受けた後3ステップ目としてはセンスのいい人を見つけるでございますこのセンスのいい人というのは市場平均より優れている人です でこれは、えっと、例えばデザイナーですとかエンジニアですとか、えー、プログラミングマーとか、えー、ライターとかいろんな人がいると思うんですけど例えば動画の編集者とかそういう,、えー、そう,いうとあるジャンルにおいて平均値よりもセンスがいい人をいかに見つけられるかっていうのが大事です。これが企業ででの成功すする秘訣ですでさらには最後のステップ4点目としては、えー、そのセンスのいい人を見つけたらその人に対してビジョンや情熱を持って口説くと。 ところでそのいろんな人に会いに行った上で自分はこれこれこういう社会を目指しているから一緒にやらないかということをそのセンスがいいいい人ををく,くととうことを知ってくださいなんでこう全く同じ値段でお金を払っていても市場平均よりもセンスがいい人を仲間につけてさえいれば時にはまあバッターボックスになっていれば時には三振してしまうかもしれませんなんですけど必ずバッターボックスでバットを振り続けていれば必ずヒットホームランを打,てる打つことができます。 というわけでいかにしてセンスの人を見つけることができるかどうかというところといかにしてその人を口説けるかどうかというのが一番企業においては一番重要なポイントになりますのでとにかく人に会い続けてセンスがいい人を探すということをしてください。というわけで一番大事なことを企業で成功する上で一番大事なことはお金では買えない信頼関係を得ることですなんでそのセンスの人と一緒になって信頼関係を結んで何か事業を進めていくと。 これがでできたらお金を稼ぐのは簡単です私の例で言うと例えばこの本においても,もう全ページにイラストが入っているんですね。なのでこのデザイナーイラストっていうのはすごく大事なポイントなんですけどそこですごくセンスのいいユンさんという女性を見つけることができてで一緒にやろうと口説くことができてでこの本ができました。で まあそうやって自分自身が思うセンスがいい人を見つけることっていうのが企業で成功する上で一番大事なことでございますまとめです4点あります1点目は会社を設立すること2点目は融資を受けること3点目はセンスのいい人を見つけること4点目はビジョンで口説くことですこの4つをすれば企業で成功することが簡単なんだよっていうことを覚えてくださいでは、えー、最後です成功の秘密はタイムマシンでございます タイムマシンと聞いいて何を思い浮かかべるでしょうか現代社会にタイムマシンはないというふうに思いがちですけど実はタイムマシンというのは存在します。何かというとそれは銀行の融資です。どういうことかというと具体例を説明します、はい、例えば同じそば屋さんを経営している融資君君ととサボリ君がいるとします2人とも全く同じ1号店のそば屋を経営していて年間で500万円の利益が出せる1号店を経営しているとします。 ゆうし君においてはじゃあもっともっとたくさんの人においしいそばを食べてもらいたいから、えー、銀行にお願いをして融資を受けてそして2号店を作ることを決めましたで一方でサボり君はいや2号店なんて無理でしょというふうに融資借金を受けずにそのまま1号店だけを経営していましたその2人がもし号巨大な2号店を持ったゆうし君がですね例えばもともと10人席だったものを10倍の100人席の2号店を作るとしますでその、えー、とにかく早く2号店をゲットしたゆうし君というのは 30年という時間を買うことができたので30年後においては2人の全く同じ経営者の差がなんととと15億円もついいてしままったということがありますなので、まあ、1号店を成功している人は2号店3号店をどん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 規模を広げていく上で一番大事なことは銀行からの融資なんですね銀行からの融資を受けられればとにかく早く利益を出すことができるそのお金を生むマシンを買うことができるというのが、えー、企業において大事なポイントでございます。 とでまとめると、えっと借金というふうに聞くと一見悪いイメージを持ってしまうかもしれません。なんですけど、まあ、融資によって、まあ、お金を生むマシンですね。お金を生むマシン、過去2号店を30年早く買うことができた融資シ君は結局銀行さんありがとうというふうに感謝をしているといことで経営者においてはいかにして銀行から融資を受けられるかというのがすごく大事なポイントです。なので1号店を成功してたくさんの人においしいそばを食べてもらいたいという思いを持っていかに幸せな 人を増やすかというこことととをを忘れずに経営すすることが一番大事なポイントでございます、まあ、といまうわけで抵抗する秘訣ですとか例えば融資とか、えー、補助金とかクラウドファンディングとかいろんな制度があったりするんですけど、えー、この動画ではちょっと長く,長くなるのでしゃべれません、えー、詳しくはですね、えー、こちらの、えー「世界一面白くてお金になる経済講座」においていろんな話が書いてありますのでもしサラリーマンを辞めて起業したいなというふうに思ってる人は是非手に取って起業の部分を読んでいただけたら嬉しいです。 というわけで私自身世界日お金の道場という YouTube チャンネルを運営していますので興味がある方はぜひ世界日お金の道場を見ていただけたら嬉しいですこの動画がためになったと思った方はぜひチャンネル登録といいねを押して応援をしていただけると嬉しいです以上世界日こと南祐樹でございました最後までご視聴いただきましてありがとうございました 世界一面白くてお金になる経済講座という本を出版させていたただきました私自身ですね23歳の時から投資をずっと始めていまして今株式投資10年目になります10年間の経験においてたくさんたくさん大損や失敗なども繰り返してきました。 そんな大損失敗を経て自分がどんなことを学んだのかというものを10年間の経験をこの本にギュッと凝縮しておりますのでぜひ手に取って読んでいただけたら嬉しいです全ページにイラストが入っていますなのでサクサクと簡単に読めると思いますので将来の不安が消えるように我々と一緒に学んでいきましょうさらにはこの TSUTAYA 書店さんとコラボをしたイベントを開催します というわけで詳細は概要欄から見ていただけると嬉しいです先着順で、えー、席が限定されておりますのでお早めに申し込んでいただけると間違いないと,かと思いますそれでは是非イベントでお会いしましょうありがとうございました